You.
1年半ぶりまた今日もボックスさんの方でお世話になります。あのイケメンの、音響さんとそれからスタッフさんとさっきから入念に打ち合わせをしていただき、気持ちよく今日も楽しく、皆さんにも楽しんで帰っていただこうと思っています。どうぞよろしくお願いします。本当は夏ぐらいにできたらなって言ってたんですが、4月から結構メンバー環境が変わりましてですね、いろいろ職場の環境やら家の環境やら猫が増えたりとかいろいろありまして、この1月と、お正月がちょっと明けたぐらいでさせていただくことになったんですけれども、本当に、あそうです、まず業務連絡をさせていただこうと、飲まれたあのグラスは空になったら申し訳ないんですけど、簡単までセルフでお持ちいただき、また飲んでいただけるとありがたいなということで業務連絡させていただきました。よろしくお願いします。次の曲なんですけれども、ランディ・クロフォード、クルセイダーズがやってたストリートライフという曲をお送りするんですが、日本ではジュジュさんもあのカバーしておられるので、前からこれやりたいなと思ってたんで、こんな街の生活どうだろうということでお聴きください。ストリートライフ。
来週はなんかとっても寒いみたいですね。なのに次の曲は夏の、サマーブリーズなんて、なんか夏の爽やかなの風の歌なんですよ。なんで住んでやろうと言いながら、ね、ちょっと夏にしたかったんですよね。すいません、夏を思い浮かべながら聴いてください。サマーブリーズです。あ、ちょっと待ってください。環境が変わったってさっき言ってたんですけど、ちょっとうち猫族が多くてですね、もう練習に来るたび猫の話とか猫の画像を見てニコニコして、まるで孫を見ているようなそんな感じなんですけれども、
夕立のサマーミューズをお送りしました。少しあの爽やかな風を思い起こしていただいたのかな。ギターノリノリやってましたんですごくいい感じでしたね。次はあの私の、隠し兵器ですけれども、パーカッション、2代目なんですが、あの彼は本業はベースなんですけれども、このバンドではシャカポコシャカポコパーカッションやってるんですが、なんと今日はボーカルを男性ボーカル、私たちと一緒にコラボしようと思っております。ロバータフラッグとハニーダッシュハニーはごめんなさい、お送りしますダニーです。You are here。
これは私がちょっと作ったんですが、歩いている時にこう青い夜にこう昔がすっと浮かんでたんですね。それを上手に思い浮かべて作りました。唯一のブルースキです。ブルーナイト。Thank you.
Yeah.
というとですね、普通にやっていても、つまんないので、はい、最初は変化球で UFO から、どうでしたでしょうか。このジャズとかですね、大人の音楽、とは限りませんけども、まあ、しっかりですね、お酒も飲んでですね、気持ちよく、過ごしていただきたいと思います。私のこの無駄な喋りの間にしっかりの注文をですね、今の間にお代わりをどんどん言ってくださいね。面倒さんの感覚で、グラスを交換ですね、グラス交換で言ってください。というわけでその、ピンクレディのユニフォーム、続いてですね、DJ ガレスピーとしたチュニジアで、これもあのブラックルシアン風にアレンジして、2つともやりました。最初ですね、この UFO もちょっとジャズ風に合うということで、というのをですね、やったらですね、みんな東村のうどんスープやというのです、ね、つねたぬきというやつね、見たことあるでしょう。ということで、まあ、ほんまにみんな優しいメンバーなんですけども、ここからですね、ちょっとあのロマンチックな、まあ、ジャズのスタンダードで、星空にまつわるですね、まつわるですね、こっちの下がまつわっとるみたいですね、題してですね、天体スタンダード特集。変態ですね。変態としていますが、ね、変態スタンダードもちょっとやってみたいんですけどね、今日はちょっとできないので、まあ、あの最初に言った UFO もね、言えば天体みたいなもんですから、まあ、それに続いてですね、まあ、月とか星とか、まずはあのスターダストです。スターダストってあのナット・キング・コールとかいう人で、ね、有名ですが、あの日本ではザ・ピーナッツで、おなじみのはずです、はずですなんではずですというのはですね、昔のシャボン玉ホリデーという番組がありまして、で番組の最後にピーナッツがこれを歌ってたんですね。でそれを聞いたらですね、あ楽しい日曜日がこれ終わるんや、日曜の6時半ぐらいやってたんですけどね、これを聞くとほんま切ない気持ちになるという記憶のある人もあると思いますね、はい、ただね、もう、まあ、入って言うてくださったらいいんですけどね、 あんまりこう大体還暦その辺のぐらいの人は知らんかなという感じの、ね、ことやと思うんですけども、手上げていいですよ。今日は大丈夫だね。客層的には大丈夫。ありがとうございます。はい。それではですね、そのスターダスト、うちの、ザ・ピーナッツ、2人がですね、デュエット、見どころを後ほどお送りします。You are the darling of faraway. Maybe be a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday. The music of the years go.But that's why
Ooh.
Thank you.
Thank you.
はい、もうパワフルなクラブです。そしたらもうそろそろね終盤に近づいてきましたけど、ここからはオリジナルを少しお送りしたいと思います。私たちが大好きな曲で、何回か聴いていただいている方は覚えていただいているかもしれません。こんな休日があればいいなという歌です。はい、そう。
子供を
1, 2, yeah!